はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル続きやっていきましょう。前回は強力なマンモスを最北端の地で倒して、今回はこの最北端の地の拠点を2つ、まずは確保していこう。すでにこのストーンビークのかがり火の付近にいるから、ここをまずダッシュ。難易度ハード。さて、ちょっとマンモスをあれ仲間にできなかったのはちょっと残念だけど、フクロウ。かがり火だからあれだね。ん？いや、こっちか。1人、2人、3人、4人、広範囲にいるな。で、この高低差だったら、多分、敵も下にやってこないだろうから、まずこいつ、こいつ普通に倒せばいいんじゃないのか。で、バレない？ちょっと袋のクールダウンを待とう。その間にどっかここラベリングで登れんのかな。あ、登れそう。あ、登れない。登れないか。ここ登れる。登れない。ぐるっと上に登らないといけないのか。誰か揉めてるが、先端にいたやつはまだバレてない。袋のクールダウンが終わった。あとは錯乱でいけんじゃないか。まずこの人に錯乱してもらおう。はい、凶暴化して、で、こいつは袋で倒す。で、上に登りたい。上に登る。ドキつかれる。ここはそんなにいないのね。こいつを頼む。よし、これで全員だ。かがり火はやっぱり比較的簡単だ。火つけて、配点か。16分の12。かがり火にステルスは関係ないのか。OK。さて、じゃあもう一つ。スキル今2ポイント。どうしようかな。クラフト品の数を増やそう。そしてここだ。もう本当に効きただ。ここベリーハード。ここに行こう。さあ行くぞタイガー。 800m ぐらい。おお、落ちる落ちる落ちる。ちなりに行こう。何事だ。なんだ、マンモス。そりゃ無理だそりゃ無理だ。もう吹っ飛ばされてるし、危害は加えないよ。追っかけてきてる。あー、待って、迷ってる。こっちか。あー、追っかけてきてる追っかけてきてる。逃げる逃げる。さて、近くまでやってきたが、ナサン本拠点ちょっとここにいて。高台が少なそうだな。動物が捕らえられてる音がする。フクロウベリー派だからな、それなりにいる。いるね。多分こっちの方には来ないね。
警戒されたら来るかもしれないから用心しよう。で、捕らえられてる動物どっかにいるね。これだ。ちょっと暴れてもらおう。どんなもんかね。おお、見つかる。で、その騒ぎの間に、あー、凶暴化爆弾だよ。よし、よし、錯乱した。おーちゃん、この間に、あー、移動しちゃった。はい、だ。見つかる。お、固めのやつが移動始めてるな。あいつ錯乱させた方がよろしい。ほい、 OK。 他に捕まってる動物はいないのか。固めの敵をダウンできるようになってたのではまだないんだ。接近する必要があるのかな。ダメか。はい、ほい、マッチ爆弾。暴れてる暴れてる。こいつやっちゃおう。このちょっと暇そうだけど、ここにいてもらおう。いい感じじゃないの。お、危ない、隠れちゃってる。こっちはまだ暴れてる。ちょっとタイガー行かせてみるか。てか行ってこい。どうだ、行けるか。あ、硬いやつなのか、もしかして。よし、オッケー。で、こっちまだ暴れてるから、はいはい、危ない危ない。こいつ、あ、しまったタイガー殺しちゃった。あー、だけど万々歳。いや、血だらけだ。ステルスクリア、あと2つだ拠点。ワードスタ種族か。タイガー、あ、あれ、タイガー生き返ってる。セーフ。ちょっと、2個、2個だな。2個。はい。スキルゲット。最北端の拠点ゲット。すっごいとこだな。こんなところで住みたくない。さて、じゃあ、北の制圧 OK で、これ行こう。グレートスカベアの前に、ここ地味に拠点確保してないな。今回どんどん拠点確保しようか。近がり火。よし。さあ、一気に南だ。かがり火確保に行こう。はい。そこ熱くないの？大丈夫？さあ、乗ってこう。かがり火到着。これ中身なんだ。ケブライオンの皮。上の様子を見てみよう。一人、おっ、ぶつかっちゃった。ぶつかってもびっくりするな。前後関係がよくわからない。ちょっ
と上登って、ほう、今がチャンス。はい、別の方向から上登ろうか。硬いやつをね、錯乱させるのが一番楽だ。さて、ちょっと待てよ、こっちから回ろう。あいつ袋でやった方が安全かな。いや待てよ、はい、いってらっしゃい。あっちは争ってる。よし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 、 OK。 あとあいつだけ。よし OK、 かかり火の制圧 OK。矢をたくさん使っちゃうから回収回収。火をつけて、はい、点火。かがり火あと3つ。よし、じゃあ次に今回拠点とかがり火の制圧ばっかりだな。カバブレード拠点、村人も214人増えてきたな。よし、行ってもらおう。さあ、笛の鳴らす音が聞こえる集落だ。集落だが結構開けてるな。おっと、蜂の巣？どっか岩陰ないかな。岩陰があんまりない、そこでいいか。ん？そっちかい。ほら、ああ、2人ともやっちゃう。さあ、拠点の索敵、今のところ全部ステルスできてんのか。コーンステルスでやっちゃいたいな。ちょっとずるめのステルスばっかりだけど。ウーダムだね、結構いる。多すぎる。こんなもんか。なんか動物捕らえられてる？そんなことはない？ん？いや、捕らえられてるな。解放。出てこい。ん？あれ？出てこない。出てきた？出てきたのかな。あれ、出てきた雰囲気があんまりない。あ、出てきてるかも。よし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 、袋をクールダウンを待ってもう一回呼ぼう。さあ、桜の出番だ。火炎瓶はちょっと危なっかしいからな。あれ、ヒグマはそんなに暴れてくれない。あ、燃えてる、燃やし尽くしてる。そんなあなたには錯乱してもらおう。 OK、
で、冬の嵐は厄介だから。あ、蜂が当たんなかった。直接倒そう。ほら、よし、暴れてる暴れてる。おお、来てる来てる。ちょっと待てよ、近づけないな。フクロウに任すか。待てよ、タイガーに暴れてもらおう。よし、タイガー行ってらっしゃい。あ、待てよ、こいつで。で、あいつ錯乱してるやつが燃えながら襲いかかってる。こいつ、おお、なるほど、錯乱してるやつがそういう武器なのか。こっちのちょっとやっておこう。こいつ、ああ、燃えてる燃えてる燃えてる。この人、うん、いけない、いや、いけると思う。で、あなたは錯乱すべき。 OK、 この人やってもらおう。 OK、 よく見えない。これ真下にいるのか、さっきの混乱させたやつ。指示出したからこいつやっとこう。KO、 さあ、もう少ないはず。ちょっともうめちゃくちゃに燃えてる。あちゃあちゃあちゃ。んー、あとこいつだけか。二人戦ってるな。おお、見つかる見つかる。燃えてる燃えてる。よし、倒した。よし、ここもステルス OK。 カワーブレイド拠点、さあ拠点はあと一つだ。村人を219人回復しよう。どうし、さて、あ、スキル4ポイントどんどんアンロックしていこう。ブレ解消、ここもアンロックしちゃおう。さて、じゃあグレートスカーベアの入り口までとりあえず行こうかな。今回はその辺で終えよう。あ、間違った。はい、肉のおかわりその辺までちょっと近辺まで行こう。さあ、ちょっと道に迷ってあげと、やっと着いたビーストマスターハント、ここだね。なんだ、洞窟を探索しろ。なんだ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 、オオカミめ。よし、じゃあ今回ここまでしようかな。洞窟を探索するというわけで、じゃあ次回こんなか進んで、まあ、いわゆるアナグマ的クマ、これだね、グレートスカーベア。こいつを飼っていこう。はい、ご視聴ありがとうございました。